いくらとめてジオンです。はい、というわけでね、今回もね野良戦からやっていきたいんですが、今回はねホッサンのラバル見ていきたいと思います。前回もねかなり全開取ってたんですけど、今回もたくさん全開取ってましたね。やっぱね世界一のラバルは止まらんですわ。圧倒的でした。というわけで早速やってみましょう。さあやっていきましょう。さあちょっとねラバがね対空砲がかなり端っこなので勝てって感じ。さあエレクトロタイタン、こいつがねスパウィズに対して強いみたいなの言われてますが、そうなんですよ。こういう感じでねアーチャーでね引っ張ってあげれば簡単に処理ができますので、多分やってないんじゃないかなって思います。出た瞬間に引っ張ってあげればこういう感じに処理ができるのと、範囲だオーラダメージのね場所に入らなければ問題ないんで外してあげましょう。ちょっとストライカーは攻撃ができなかったので被弾も多くなりましたが、ウォルブレッカーつけつつ逆サイキングと、まあ、得意の流れですね。結構ね防衛のなんだっけエレクトロタイタンちょいちょい強いとか突別に強いですみたいな意見聞くんですけど、まあ、コメントとかでねついた時にその時にね教えたんですが、今みたいにアーチャーで外す、すぐオーラを外すっていうのが大事になってきそうですね。タイタンの防衛は正直なしかなって思ってます。あんま強くないんじゃないかな。何に対して強いのかがあんまり明確じゃないっていうところ。まあネクロラッシュとかにね、ピンポイントで引けたら強いのかもしれないけど。ちょっと微妙な感じするよね。火力も高いわけじゃないし、オーラダメージで殺せるユニットにしか効かないのに32枠っていうのは。応援軍としてはあんまなしかな。まあ本当に突入とネクロしかやらないクランをピンポイントで、ぶっ潰すみたいな、そういうコンセプトでやるならいいのかもしれないですけど。やっぱ単体としての火力もない、足止めもできないってなると、目的がちょっとあやふやなイメージはある。安いが逆サイなのでこいつはちょっとめんどくさいですね。固めつつ、これはいいですね。クロスボウも新レベル早い。クロスの新レベルとか結構ね後回しにしちゃいがちなんですけど。さあモノリス、やっぱ反対の近づいてきたユニットを殺す力は半端ないですね。おでんももうちょいで死にかけましたが、さあバルーン残ってっての全開と、まあ、結構ね防衛援軍のね何がいいかみたいな、50枠に変わったことで防衛援軍のメタっていうかそういうところもね変わってきてるところなんですけど、いい組み合わせをねやっぱ探していきたいけど、結構やっぱ無難になるのはアイゴレ系かなってイメージが今のところはしてますが、タイタンイングはね結構質問来るんですけど、あんまり強くないかなって思ってますね。ただこれは対策陣タイプの形ですね。さあラバからのバルーンからの突撃ガンと半脇のところにね、まあ、ホッサンのねアタック見ていただけると結構共通点があるんで、まあそこもかみ、なんかいろいろ海外のクランからするとやっぱホッサンが一番狙いやすいみたいな、僕はね実際に世界大会とかで行って話聞いたけど結構出てたんでね、やっぱ共通点がある。逆に言うとねホッサンの攻めも真似することができる場所はね結構あると思います。こうやってねホッサンのスタイルはね横なんですよね。単横で援軍が釣れるところに突入ず一区画ぶっ刺して、まあ、ここの突入の精度がめちゃめちゃ高いから誘われててもそのまま全開取れちゃうことが多いんですけど、今回ちょっとね分かんなかったんですけどね、クイーンで単体で多分タウン見てたんじゃないかなとは思うんだけどな。ウォールブレーカーも入ってるしミスな気がするんだけどな。キングどうなんだろうな、ちょっと分かんないな。フリーズも重ねていきつつ、まあね、こういう感じでキングとロイヤルチャンピオンを動かしつつクイーンで単体でターンホールを狙うことが多いんですけど、火力的に結構高いからな、これこっちに歩かせた可能性は全然ありそうですね。陰部もあるし、まあ、その辺も加味して、さあタウンラバルですね。タウンラバルという文化はねターンホール15でほぼなくなってるんですけど、ダラバルです。逆サイドはやっぱ黄色伸びてますね。火力の高いところがこっちに固まってるので
タラバからのイーストストライカー、ここで一気のトムと、インビジブルの呪文タウンホールかかりかけたんですが先に落としていく、危なかったところ。ただでもオフブレーカーとかここで使ってたりとかで腐ってはいるんでね、こんな感じやってたかった。これは逆サイドまでヒーローがガンガンに伸びてますね。ヒーロー伸びすぎ、伸びすぎ案件。いやー強い。最終的にはロイヤルチャンピオンが落とし切っての旋回です。黒くも残ってたし、ツイズとヒーローの伸びでね半周してるんでね、バーサス、まあ、伸ばしやすくなるヒーローペットがやっぱりフロスティとディギーかな。ヒーロー伸びやすくなるよね。防衛施設の弱体化ができるのでこれが強いっすね。すごいとこにアーチャーとあった。ガバからの突撃艦、対空砲の竹取り用のバルーンだね。これはを刺していきつつ、ラボ援軍今回もエレクトロタイタン入ってますね。インビジブルすごいギリギリのライン開けつつ、今回もエレクトロタイタンは見えてる部分バルーンとかラバパピーに吸われていって、まあここはキャバクスペースたくさんあるところなんで最悪伸びなくても、ここはねキャバクで死んじゃうのはしょうがないとは思ってたんじゃないかなと思うんですが、さあまあほぼフルヘルスのやつなんですけど、デビドラとポイズンだけで簡単に処理がされちゃうっていう、こうやって見るとめちゃくちゃ弱いよね。アーチャーも出しポイズンダメージで死亡。処理自体は簡単だし、釣られて出てきた時に処理が簡単。でここはロイヤルチャンピオン危ないところフリーズかけていく。アーチャーター切ることでタウンホールまでの道作りつつ火力も抑えてるっていうイメージですね。さあこれ見ててほしいんですけど、フルスティのね衰弱効果はいいね。下側ジャイロイちゃん、モロイちゃんにジャイ立てるのは結構不定レベルでやるべきみたいな感じ。さあこいつ見てください、モノリスやばいんで見せて、やばいやばい火力がさあフィスト使いのえぐい火力です。さあすごいなマジ、痛すぎ。さあ真ん中これは防衛側のレイジですね、置かれていきつつ、右が一回ここはクッション入れていって、ここトームかけてヘイストに乗せてストライカーを届かせていく。うーんこの技術。さあロイヤルチャンピオンも生き残っていきまして、なんかやばいの出てるな。ラバハウンドに対してまたモノリスが、はあ。さあ最後までバルーンが耐える前回ガーサスとモノリスやーべえ。これとかもう 14V14 だったら圧倒的になってそうだもんね。ラバからの突撃艦添えていって、防衛側のインビジブルとかありますね。この辺はフォーミングあったら仕方ないけどみたいな感じかな。届かせていくことに成功。防衛施設の方にはねフリーズをかけていって、あ今回もあれだ、アーチャー引っ張ってますね。これをおでんなしで突撃艦届かせることができたらもうそりゃ勝ちでしょみたいな、8角のスーサイドが決まっていきます。エレクトロタイタン処理、アイゴレとかも入りつつ、うんかなり美味しい処理。おでんフォームとかじゃなくここ突破できたらめちゃくちゃ強いよな。あジャイアイゴレからのウォールブレーカー置いていく。形リングを盾にロイヤルチャンピオンさせていきつつ、
ここもディギー入ったことでアーチャーだからのダメージがほぼなしと。シングルもね入ってくるところで早めのフィストを使うことでターゲットバラしつつ、ヒーローが合流してくるようなところからのラバルスタート、この辺変わらないですよね。ディギーとフロスティのダメージによってシングル IT のところもね、これ今までだったらもうほぼほぼヒーローペットにすらダメージを与えることができてません。さあストライカー合流していって、ちょっとねラバのタイミング早かったのでラバが飛んでっちゃいましたが、他のユニットほぼ全てにドームがかかるようなタイミング、さあ余力でストライカーでキングの方までボコボコです。圧倒的ですねこれも、圧倒的すぎるな。これもう注釈でタンホール15ですって入れなきゃいけないぐらいのテロップで出さなきゃいけないレベルで残ってますね。10この配置はタンホール15ですと、えぐ。さあ呪文も5枠余りつつ、ラバルも大量に残っていっての旋回バーサス、やばすぎる、強すぎ。さあさあさあ花火がぶち上がり、フィニッシュ。は真似できないね。さあ突入ですね、突入1本で、まあガクもね同じ編成でずっと前回撮ってるわけなんです。おすごいなこの。さあ通っていって、インビジブルレイシ、オールブレカーも混ぜて、でも今のね突入の中身はね結構ゴブリン8とウォールブレーカー1っていうところが結構鉄板になりつつある。今のタイミングでも完璧ですね、ウイちゃんのギリギリで倒しつつみたいなタイミング。当然ですけど応援軍はラバだったのでアーチャーとか特にある必要がなくというところ。ラバ勝利をしっかりできつつ、ここはスニゴブカットからのキング展開ですね。ジャイキングでターゲット取りつつ、宝石のためはクイーン入っちゃったけどすぐ外れそうではある。ういっ、おーいいとこウォルブレがついた。さあこれはね結構形的に何度も紹介してる形ができてますね。クイーンだけでダンホール拾って逆サイドのところをキングとかで伸ばしていってというところ。さあキングにロイヤルチャンピオンつけて、ここはラバルもゴールしていく感じで、まあこれはもう今までのダンホール14とね対策陣と変わらない攻め方してますね。さあここ早めのブロックでダンホール突破して、余力で左サイドも結構防衛施設削ってくれそうな感じではありますが、さあオイラバストライカーからのギリギリまで貯めて、ここで一気のドーム。バカとかまでヒーローペットあげるの早いですね。ディギーも9レベ、フロスティも5レベと。まあヒーローペットはね前回も紹介したんですが、おっさんの形は全ヒーローペットこの形をとってます。金かかりそう、サブアカ全部ヒーローペットあげんのやばそうっすよね。サブミラン残して前回グアサス、トロフィーとかね高くなってくるとね、最後にエメラルドとかも結構もらえますからね。プラン入る、エメもたくさん入りそう。まあ、前回も紹介したんですけど、基本的に下からじゃなくて上から埋めてきますからね。防衛施設の高いところから練習も兼ねてみたいなところで取りまくってるところ。さあこれはもうめちゃくちゃに罠がえぐいな。うわギリギリですが止まっていって、爆破ギリ入る位置かこれは。ドカン、まあ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 言うても結構削れたんでね。援軍つっていきつつ、クイーン引っ張りかな、こっちで引っ張るか。さあバルーンで引っ張ってからのクイーン、
プリも通して一応アーチャーの竹そっちで拾うみたいな感じも近づかないようなね、ケアもしてタイミング的には大丈夫だったんですけど、スミゴブも合わせつつキングクイーン、こっちにいるな、フロスティの。もう一回元に戻ったところをもう一回弱くしていくことでキングへの被弾が入りづらくなる。やっぱ伸びますからね、シンプルに。ヤクを使ってた時よりもキングの伸びがねでっかくなります。バーバリアンでロイヤルチャンピオンまで潰せましたね。なんか合流多分狙ってた感はあったけど、まあ下側に流れつつ、あとツイズが残してしまったんで、ね、下の施設を中心しっかりロイちゃんの方も延命のインビジブルを打ちつつ、突破していく。クイーンの方もクローク合わせてストライカーも合流しましたね。ロイヤルチャンピオンまだ能力残ってるので、この投石機まで降り切っていって、おっさんのヒーローはよく伸びますね。さあ気づけば呪文がめちゃくちゃ残っている。オールブレーカーで竹取りからのバルーン刺して、ウィズトの竹もこっちで拾っていって、フロスティの衰弱も入ったのでロイヤルチャンピオンさらに生き残り、圧倒的。フロスティってね、距離関係なく防衛説しかたげらないミニエティを投げてくれるので、さあめちゃめちゃ今回もドヤ呪文花火ぶち上げてフィニッシュと。ガーサス。ラスト2本ですね。トツイズラバル。ラバタテからのトツですが、これはどこまで行くか。奥まで見ちゃう。届きそうだったからね。これはバリューえぐいな。マンホール投石マルチ。オデンゾあたり。ゴブリンも手投げに殴ってましたね。あー、こっちの投石までいけちゃうの。やばすぎ、この、バリューがやばい。やばすぎる。やばすぎる、これは。とんでもないバリューになりましたね。さあ、ラバハウンド、ちょっとしていきつつ。めちゃめちゃ強いぞ。さあギリギリですが、クイーンのレベルもね5レベル上がってるので、この辺の HP コントロールも完璧。横打ちもないですからね、これこれは強いぞ。さあジャイでまずはターゲット拾いつつ、次あたりキング来るかな。最後でキング、またレイジのタワーが発動。さあアイゴレのフリーズで怒ったクイーンたちは固まってもろって、もう一回かけましたね。レイジに乗ったクイーンはさすがに危険ということでフリーズをかけつつ、さあこれはめちゃくちゃ呪文が残りそうな。これも残った重要施設がもう初手トームで終わりますからね、これ。幅。さストライカーも入ってのここ初手トーム。防衛側のレイジだけが置かれていって。残しに来てるね、これ。本当は本来ヘイスト打つ場面だと思うんですけど。さキングのところまでストライカーも届きつつ、裏からバルーン合わせて。さ対空砲、避けたところを見て対空砲に出し。残しに来ましたね、これは。では確かに自分いらないもん。ウィズパートが強すぎて、もうしっかりウィズドの竹取るバルーン、時間差でもう1体出してもう1の竹取り、さあぶち上がっていく。圧倒的すぎる。本日ラストですね。まあ、これは14でもかなり見た配置ですね。そのまま置いた感じかな。呪文タワーを無理やり1個ずつ置いて、モーリスの位置って何かあったっけ。これ何もなかったとこだ。何もなかったところを壁拡張したんだな。
さあこれはラバーハウンド通しつつ、うん、ドラ対策でね、おおめっちゃ罠見えた。逆サイドの方に対空砲固めてる時の配置なんで、逆に言うと突撃艦がこうやってラバのね盾が通しやすい位置ではありますね。クロスまで行ってほしかったところなんですが、内側入らず、援軍もちょっと釣り切ることはできず。さあ、エイコルはストライカーから殴ってくる。エシアとかあったんだろうね、ここね。キング、アイゴレあたりと合流をしていって、まあ、援軍がまだラバかなっていうところで出てないところもあるので、もう一回フリーズ。フィストをもっと奥で使いたいっていう意味合いのフリーズですね、これは。この衰弱効果も入る。ジャイアントウィズ。パラノロイヤルチャンピオン追加。ベビドラサイドカット。あ、バカゴだった。それは美味しい。フリーズまでかけていって。これめちゃくちゃ美味しいですね。ただ、こいつがやばすぎる。ああ、おお、クロークギリギリ入ってくれた。こっちは防衛側のポイズンも置かれつつ、一気に、こっからラバトーム。ちょっとストライカーの攻撃速度がポイズンターンによって遅くはなってるんですが、中心部の方にしっかりバルーンを合わせていかないと厳しくなってくるところなんですが、もうヒーローたちも合流してギリギリの HP のヒーローがたくさんいるんですけど、バルーンが盾となってくれて、これはナイス。右がモノリスに入ったのっていうところも良かったですね。さあギリギリインビジブル延命しつつクロスまで届いて、ディギー早く来い。さあこれディギーの衰弱効果が入っていって、さあバルーンも最終的には入り、おでんまでついているので問題なしと。ちょっとね苦しい形にはなりましたが、苦しい形になるのが今回珍しかったです。少なかったですね。バルーン全部落ちてもおでんがまだいる。オールはやっぱ空系だと継続で使われそうですね。はい、というわけでね、今回はクイーン動かず野良戦やってきました。今回は星さんと圧倒的にラバルの数々でしたね。まだね、みんなレジェンドの人たちがね、レジェンド編成で進めてるだけで、レジェンド行ってない人たちは、まあ、スニゴブラッシュとかで、野良戦もね、やってるので、真面目なアタックっていうもの自体がかなり数少ないので、他の、ね、メンバーのアタックはね、まあ、ファーミング系のアタックになっちゃってるので、ガチ攻めしてる二人の動画を中心に紹介してます。さすがですね。圧倒的すぎる全開が、ラバルがタンホール15でもこんなに連発。14の頃から圧倒的だったんですけど、なんかより圧倒的になってる。15でよりうまさが伝わりますよね。14の時にね、まあある程度全開取れた人でも、15で結構みんな苦しんでるところを、悠々とね、リカバリーでの全開だったり、かなり苦しいところからの全開を連発で取ってるので、と思えばね、こうやって呪文も大量に残していったりと、おっさんらしさが出てるところかな。はい。というわけでね、今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。